で、5レース1予選1着になりました岐阜の山口選手です。1着おめでとうございます。本日短期のレースになりましたけども、作戦はどういうふうに考えられてたんでしょうか。まあ、関東の後ろからでしたね、初回は。で、実際それは取れて、またそこから様子見るという形で。そうですね、まあ、どうなっても菊池君は多分行くとは思ったんで、前の動きをもうしっかり見えてましたし、はい、冷静には行ってました。で、まあ、バック前のあたりで、まあ、少し、まあ、関東勢のラインも崩れながらあったと思いますけども、あの辺りっていうのはどういうふうに見られてましたでしょうか。まあ、それも見えてましたし、吉澤さんの動きに乗って仕掛けられたかなと思います。まあ、まだあの辺りはそこまで踏んではいなくて。そうですね、あの並んだ辺りから踏み出した感じですね。まあ、最後は三角辺りからしっかりとまくりに行って一着届けましたけども、ご自身の状態っていうのはどうでしょうか。まあ、昨日も良かったですし、まあ、今日も時間の問題かなと思うんで悪くないですね。まあ、少し早い時間帯で、まあ、ちょっと暑い時間帯でもあると思いますけども、まあ、それだけ明日以降は遅い時間になるので。そうですね、はい、もうちょっとピリッとするかなと思います。もうこの共同は取られたタイトルで、まあ、思い入れもあると思いますけども、またここから後半戦巻き返していきたいなっていう感じですかね。そうですね、まあ、練習でも良くなってきたんで、で、まあ、一着スタートで来れたんで、まあ、いい流れでいけたりですね。わかりました。最後に全然違うんですけど、富山の初日ちょっと服が違ったような気がしたの、はい、あれは普通にユニフォーム忘れました。はい、で届けてもらって追加は、いや、初日はもうあるやつ使って、はい、一番車だけあったんで、はい、2日目はなるほどなるほど、3日目に届く感じですね。あ、じゃあたまたま一番車を持っていただきました。わかりました。では、二次予選この後に向けて意気込みを最後にお願いします。明日以降も一着狙って頑張ります。応援お願いします。